い、イエーイ始まりました。 STU48 のもっと STU、 はい、ありがとうございます。はい、では早速自己紹介していきます。はい、格闘少女がアイドルになる物語、一緒に見ていませんか？見たい。ありがとうございます。徳島県出身、タルトこと西野遥です。よろしくお願いします。はい、行きます。あなたは誰を推しはるん？はるるん。ありがとうございます。大阪府出身、はるるんこと佐野遥です。よろしくお願いします。さあさあさあ、ではですね、はい、今回はイオンモール岡山にある晴れまち TV のスタジオから公開収録しています。はい、公式ホームページの応募フォームから寄せられたリクエストに応えていく番組ですので、しかもイオンモール岡山の公式ホームページ晴れまち TV からウェブ配信しておりますので、こちらがですね世界配信となっているので、はい、あの全国どこでもどこの国行っても見れるので、ぜひチェックお願いします。はい、お願いします。ではですね、先ほどリクエストに答えていく番組と言ったので、リクエストどんどんちょっと寄せられてきてるので、このねビンゴゲームを使ってリクエストに答えていきます。うん、どうぞどうぞどうぞ、じゃあ回しますよ早速どうぞって言われたんでいきますよ反対だった、ごめん早くごめん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 早くごめんごめんごめん、待って待って、 あれ合ってるか、あ、来た来た来た、ほらほら来た来た来た、17番、今狙ってるファッションアイテムはなる姉さんからいただきました。今狙ってるファッションアイテム、どうですかファッション番長。いや逆にファッション番長どうですか、待って、こう私うん、あ、私が答えるの？いや、どっちも答える、どっちも答える、あ、どっちも答える。でも、はい、でもコート買っちゃった。コート買ったの？あの買ったじゃん。何？知らんよ。いや、赤いやつ着てるじゃん。赤いやつね。うん、私は今年、うん、ダウン買ったんですけど、でも単純にファッションアイテムとかのセンスっていうよりも、単純になんかダウン着たらもうあったかすぎて、うん、ダウンしか着れなくなるなって今日ここ来るとき思いました。すっごい寒かったから、寒かった、無理やね、寒いの。でも私マフラー欲しいから。マフラー、うん、昨日捨てちゃった。何かわいかぶってんの、なんで何も狙ってないよどういうことまあね、いろんな質問答えていきたいからどんどん回していきますね。はい、よいしょ。28番緊張を和らげる方法を教えてください。マルクさんから、マクルさんね、マクルさんいただきました。マクルさんありがとうございます。緊張をねほぐすさ、うん、方法って、私よくさ柔道をやってた時にやってたんだけど、うん、あの自分で自分を叩くって、気持ち悪い、なんでやるのやるのなんで、どうやって、やってみて、ビンタするこうやって、ああそういうことね、そういうことね、どういうの想像してた。いやなんかライブ前にみんな、うん、あの背中叩くんですよライブ出る時、まああれも私あんまりよく分かってないんやけどあれを自分でやってんのかなと思って届かんけどね、届かん届かん届かん、私なんやろうな、私あんまり緊張しないです、そもそもしないよねせえへんせえへんしないね、確かに別にてか、うんうん、考えようやろものは、まあね、さすが、そう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 まあどんどん次行きましょうか。はいはい、どん。22番、最近泣いたエピソード教えてください。最近泣いたエピソード、のりりんりんさんからいただきました。泣いたエピソード、泣いてたっけ。泣いてない、泣いてない、最近私何違うの。いやいつもさはるるんってドラマ好きじゃん、うん、でさ、うん、ドラマでさそのなんていうの、あのスマホで見て、うんうん、でイヤホンつけながら見るじゃん、そうそうそう、でその時に急に突然泣き出すじゃん、うんうんうん、私なんだろうなって思って、どうしたんって言ったら今悲しいとこなの
そうなんですよね。なんか握手会の待ち時間とか、うん、結構私ドラマ見るんですけど、その時にそうイヤホンつけて一人で泣いてて、うん、泣いたり笑ったり平気でするから、そうどこでもするの、新幹線でも一人で笑うし、一人で笑い始めるの、そう一人泣くから、その時急に隣で笑い始めたから、違うの、そうバカにしてると思って、違う、バカにしてるからこの前握手会のさ、その、うん、待ち時間の時にさ、本気で泣き始めたじゃん。そう大号泣、大号泣で、もう私大爆笑で、もう普通にあれ一滴の涙とかじゃないよな、一滴の涙じゃない、大号泣、滝で、岡山県出身の藤原あずさちゃん、うんっていうメンバーの子がいるんですけど、うん、そう3人で映画見に来た時もやばいよな、ね、やばい本当に3人で映画見に行った時は必ず私を間に挟んでくるから、2人がそうそうそう、もうがっつり、ね、してくるから、そう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 、もう怖いやつとか私を掴んでパルト見とって怖いシーンだったら教えてって言われて私そうしたら絶対出ないといけんじゃんって思って、そうそう、なんか面白い映画見に行っても予告で怖い映画って、うんの予告を見たくないのにやってくる時あるじゃないですか。でそれでその時に嫌やから、あーちゃんと目つむってパルト見といて、終わったら教えてって言って、いや私も怖いの苦手だからうん、なんか倒せそうやもんな、いや倒せそう、さすがにね架空だから、まあ、そんなこともあったね最近、うん、じゃあ次はい、よいしょ、ではこれは9番は、最近した自分へのご褒美は何ですか、ブルーグラスさんからいただきました。はい、私マッサージ行ったことかな、よく行くけど、待って、ご褒美っていう感じが分からへんマッサージ、マッサージ、マッサージ、私なんやろ、私、うん、散財散財かいたしました、ダウン買って、うん、ダウン買って、あと何買ったかな、ダウン買って、うん、財布買って、うん、そう多いね、うん、そうした、またすぐ散財するまた時期がやってくる、そうそれですかね、それですね、確かに最近よく聞くけどね、出てきちゃった、よく買い物しちゃう、じゃあ次行きます、あ、これはいい質問だね、好きな鍋料理は何ですか、昨日ね、昨日そうね、一緒に鍋食べに行ったよな、水炊き2人で食べに行って、まあいつも夜ご飯は2人でいつも食べるんだけど、美味しかったよね、美味しかった、鶏鍋、鶏鍋、水炊き、水炊きだった、あれめっちゃ美味しかった、もうさ漢字諦めて全ひらがなになってんけど、小学生でも優しいからね小学生にも優しいな、優しい、うん、好きな鍋料理、私もつ鍋ですね、そう、そうよね、うん、もつ鍋大好き、そのはるかちゃんと出会うまでもつ鍋食べたことなかったから、そうびっくりした、だって20年ぐらい生きてきて初めてもつ鍋食べたって言われて、いや20年間もつ鍋食べへん人っておんねんやと思って生きてきて、ここ隣に、もつ鍋はね人生で1回ぐらいみんな食べたことあるやろって感じで、うん、今日もつ鍋行こうやって言ったら、え、もつ鍋って言って、もつ鍋食べに行った時に、うん、うちそういやもつ鍋初めて食べたって言われて、嘘やんみたいな、そうでもめっちゃ美味しい、でもハマったよねそれから、ハマって、そっからめっちゃ行くな、もつ鍋、ね、自分から言い出すもんね、もつ鍋食べに行こうって、そう、お鍋の豆腐は私絹派です、はい、じゃあ次行きましょう、はい、何の義務絹でしたね、確かに、はい、33番、テンション上げる方法は、テンション上げる方法、ニポリンさんから、テンション上げる方法か、なんだろうな、私大声出すかな、そんなとこ見たことないけどいやいやいや、そういうのはねやめましょうやめましょうそんなんしてるとこ見たことないけど、あるよあるよ、嘘やん、でもさ、なんかね、メンバーの菅原咲希と仕事が被った時は大声出すね、うん、まあ、確かに咲希ちゃん通る時なテンション高い、私通る時よりも、ちょっと待って大丈夫だよ大丈夫だよ、それ気まずくなるが帰った一緒に住んでるんだからダメよ、テンション上げる方法か、うん、テンション上げる方法なんやろうな、いや、うん、なんだろう、何、買い物、
違う違う。え、なになに、ご飯でさ、美味しい時にさ、急にテンション上がる。あ、上がる。あ、好きな、美味しい食べ物食べに行くの好きやから、うん、そのテンションもなんかずっと一緒におるから、どこでテンション上がるんだろうっていうのが大体分かってきたよもう確かに確かに確かに、それはそれはね、うん、食べ物かな、食べ物だね、うん、でも買い物もテンション上がってる、上がる上がるよね、うん、それは分かる。次行きましょう。じゃあ39番、はい、メンバーで流行っていることは何。たーちゃんからいただきました。メンバーで流行っていること、流行ってることなんだろうね。なんやろ。でも最近さ、その課外活動があるからさ、うんうんうん、そのメンバー全員で揃うこと少なくなってきたけど、なんだろうな、その例えばよ、その課外活動の時にユニットがあるんですけど、そのユニットで私瀬戸セブンっていうスポーツチームに所属してるんだけど、その中では本当に体育会系が集められたから、うんうんうん、レッスン中とかを発声練習するみたいな、急にやばいってそれ、いや、フジャランザを筆頭に、あーね、うんうん、いや声出していこうぜって言ったらみんながうわーっていうレッスンをしてるだってなんか、うん、スポーツのチームなんですけど、三島さんの入ってる、うん、そう、三島さんのそうチームは、うん、なんか振り付けで、うん、飛び蹴りとかする振り付けあるんですけど、うん、もう全然全員でやる時のキレと違うもんね。違う。そう、肩を知ってるから、もう殴る振り付け、なんかもうパンチみたいな振り付けとかキックとかの振り付けの時のキレが半端ない。半端ない。しかもメンバーがここまで飛んでるのに、三島さんここまで行くから、ね、蹴りの高さ。そうそうそう。あーちゃんとパルトはすごい本当に。もう揃ってるよな。揃ってる揃ってる。蹴りの高さが、うん、すごいすごいすごい。それはでもすごいね、うん、惚れちゃう。え、大丈夫。なんでなんでよ、まあ、ラストぐらいですね。もう次、そうだね、ラストだね、うん、34番、はい、昨日の夕食をしてくだ教えてください。あ、言っちゃったな、言っちゃったな、昨日の夕食。もう一個、じゃあ次行きましょうか、うん、夕飯はね、いつもね、かぶるからね、かぶるというか一緒に食べてるからね、うん。18番、やってみたい楽器は何。ペプさんからいただきました、うん、何。私これベースかドラム。えなんでよドラムでいいんちゃう。なんで。え、なんか似合うやんそれはどういうことだなんかしっかりでも届かんかもしれんやん。あ、私手短いで、手短いからこうなるかもしれんやん。足も届かんかもしれん足も届かんかもしれんやんだけベースでいいかなって。私ギターやりたくてやったことあるんですけど、おうおうおう、なんか軽音楽部に高校生の時入ろうとしたんですけど、うん、ギター買って、うん、いざ弾こうと思ったら手痛くて諦めた。あの挫折する理由よ。そう、手痛かった。でも形から入りたいタイプ、うん、形から入りたい。先買い揃える。そうだそうやったわ。もうでも高校生の時何部やった。ちなみに柔道部。柔道部か聞くまでもないでもレスリングもやってたよ。あ、レスリング、うん、レスリングって何。レスリングはあの吉田沙保里さんとかやってる。うん、こう楽器弾いたことある。逆に楽器ね、私ピアノも弾けないの。逆に私も弾かれへん。弾ける楽器何。弾ける楽器リコーダー。あー、同じことせーの出ようとしたのに絶対一緒やと思った。そう、私はリコーダーとピアニカ。あ、ピアニカあと木琴ちょっとだけ弾ける。いや、木琴無理。嘘、届かん手短いからね。届かんの。はい、そうですね、たくさんリクエストに答えていったんですが、そろそろ終了のお時間が近づいてきました。ありがとうございます。ではですね、ここで告知をしたいと思います。はい、ですね、STU48 が2019年2月13日にセカンドシングルが発売することが決定しまして、なんとその特典として個別握手会の開催も決定いたしました。はい、今ですね、予約受付中なので、皆さんぜひぜひ STU48 に会いに来てくれたらなって思います。
詳しくはホームページ公式の方を見ていただけると助かります。ぜひチェックしてみてください。来てください。ではですね、次回の公開収録にどんなメンバーがやってくるかは当日まで分かりません。そして公開収録のスケジュールはイオンモール岡山のホームページにあるこの番組 STU48 のもっと STU の公式ホームページでチェックしてくださいね。そして番組にもどんどんリクエストお寄せしておりますので、ちょっとメンバーに聞きたいことがあればちょっとリクエストいただけたらなって思います。放送は毎週土曜日の夜7時から再放送もやっておりますので、こちらは日曜日から木曜日までの毎日夜7時からやっておりますので、頑張ったな滑舌がね大変やからねぜひ皆さんチェックしてみて、下に書いてあるのでチェックしてみてください。はい、それではここでエンディングを聞きながらお別れしたいと思います。はい、じゃあバイバイでしょ。はい、ではありがとうございましたじゃあパルトでした。どこのタイミングだよパルトとハルルンでした。エンディングソングはペダルとシャリンとキカミツドです。じゃあバイバイ目指して